さ、最後のゲートイン大外12番ゲート20番ダンドネル収まってチャンピオンズマイルゲートイン完了。スタートしました。1番モーリス、スタートを決めてゴールのスタートを切っています。さあ向こう上面先行争いは内から4番ビューティーフレーム飛び出して2番手に9番リワーディングヒーローがつけました。1馬身半差、3番手に香港の G1 ホース2番のコンテントメントがつけて、その後1馬身半差、4番手に1番のモーリス、ジョアン・モレイがつけました。その後インコースから12番のパッキングピンズが続いて、向こう上面中間、その後に UAE から参戦8番のセーフティーチェック、そのうちオーストラリアの重賞ウィナー6番のボーフリーク、これから3コーナーへと向かっていきます。11番のシークレットウェポン上がっていきました。後方集団には7番のガンピット、各馬3コーナーにこれから入ろうとします。そして5番のビューティーオンリーが続いています。後方おしまいから2投目、外目3番のジャイアントトレジャー、3、4コーナー中間、10番のダンドネルが最後方、さあ3、4コーナー中間地点、4番ビューティーフレーム短期の逃げ、1馬身のリード、再び差を詰めようという9番リバーディングヒーロー、4コーナーカーブ、インコース3番手2番のコンテントメント、そして外3番手に並んでいく1番のモーリス、さらに外は11番のシークレットウェポン、1段で直線に入って400を切りました。食い下がっている4番ビューティーフレーム、1馬身のリード、相手打ちから2番のコンテントメント上がってくる、しかし外から追いなされて1番のモーリス、これが日本の年度代表馬の死、200を切ってあっさり先頭です。外の追い込み勢からは8番のセーフティーチェック、さらには12番パッキングピンズも追い込んでくるが、完勝です。1番モーリス悠々降臨、2着2番のコンテントメント、そして12番のパッキングピンズ3番手か